ファイターズは清水から始まります。10回の裏、ファイターズの攻撃は9番キャッチャー清水。鎌ヶ谷スタジアムの北海道日本ハムファイターズと横浜 DeNA ベイスターズのイースタンリーグの公式戦、西山修司さんの低めのスライダー見ました。 2-2 まっすぐ三遊間ショート、松尾が余裕。ランナー出したいですよね。ですよね。なんとしてもね。はい。ちょっとサヨナラのランナーをね、セカンド持っていきたいですよね。はい。ああ、でも外へボールが流れ。セカンドゴロ正面、山下から。雨に比べて球が。そして途中出場の大塁。この変化球も外れて3ボールです。ここまでは結構2人、お左中間に打球が飛んでますが、でも伸びはないか。おっとスライディングキャッチ、センターの細川。北海道日本ハムファイターズ三者凡退無得点です。2対2の同点で延長戦は11回まで、あと1イニングです。最終回ですかということですね。そうですね、はい、そしてマウンドは大原がそのまま行っています。先ほどは3人で清水、浅間、平沼、大塁というところをファイターズの攻撃です。太田健吾から始まります。と打ってます。まあこの後は結構長距離バッターが続いてくるってのもありますけど、でもまずはこう先頭バッター出したいですかね。でワンツースライダー空振り三振。いい球ですよ ね、いいコース決まってますよね。いいところ決まってますよね、はい、いっぱいいっぱい。4番指名打者大島、ちょっと積極的に振ってほしいですね。そうですよね、やっぱりそれ余裕のカウントですもんね。それが駆け引きですから、はい、結局最後スライダーで空振りの三振。まあ、それ最後はいいところに投げられちゃった。いないですよ、はい、多分、はい、さあでもいいし、単純に外ロスクのスライダーで三振。今日はね、大原なんかもったいないというか、はい、まあいろんな課題があるんでしょうけども、今日なんかそういう意味では勝ち切るという一つの大きな、まあ何度もこの5連戦の中でね、話出てましたけど、まあ、そういう課題が一つ浮き彫りになったの